やあどうも、ベンゼンです。前回の動画では、電血管の種類として、原子空孔や孔子間原子について、また孔子間原子が入り込む孔子間の位置について紹介しました。今回の動画では、電血管の一種である空孔の理論式として、空孔の濃度について考えていきます。ちょっと難しく感じますが、覚えてしまえばこっちのもんです。数式に対する敵対心を一旦そばに置き、見てみてください。では早速、見ていきましょう。さて、冒頭でもお話しした、空孔の濃度、というものについてですが、まず結晶では絶対0度でない限り、ある程度の数の空孔がある方がエネルギー的に安定であるということが知られています。すごく簡単に言えば、結晶の中にはある程度空孔があった方がいいってことです。でもその、ある程度、というのが決まっていて、平行となる、すなわち安定して存在する空孔の濃度をシートした時に、こんな式で示されるということがわかっているんですね。何の文字も説明しないまま式を見せるという暴挙に出てしまいましたが、ちゃんと一個一個見ていきますよ。まずは使われている文字から、スモール n は空孔の数、そしてラージ n はすべての孔子点の数を表しています。すべての原子数として近似することもあるみたいですね。まあ言ってしまえば、全原子の中に空孔どれくらいあるん?って話です。じゃあこっち側の意味わかんない式に移りますよ。まず A。これは定数です。エントロピー項とも呼ばれますが、とりあえず定数として考えておいてください。エントロピーって、となった人は、ものの、乱雑さ、と置き換えてくださいね。そして値としては、金属に限った話ですが、おおよそ1から10となります。なんでこの数値になるのかは、理論的な話は正直わかりませんが、言ってしまえば実測値です。金、銀、銅、アルミなどのエントロピー項は大体こんな感じです。定数だけど金属によって変わるから、A と置いとくか。ってイメージですかね。この EXP 波もう皆さん大丈夫でしょう。結晶構造因子で散々やりましたね。E の型に書いてると式が複雑になるから、この EXP、読みとしてはエクスポネンシャル以降の文字を E の指数とするよって記号です。分子に載ってる EF ですが、これは空孔形成エネルギーです。簡単に言えば、1個の空孔を作るのに必要なエネルギーです。K はボルツマン定数と呼ばれ、こんな値で表されます。毎回書いてるとめんどくさいし定数だから、文字で置いちゃってます。本当か知りませんが、そして最後に絶対温度 T。セシ温度とは違いますからね。セシ温度に273を足したものが絶対温度です。テスト等で間違えやすいので注意してくださいね。真ん中の部分まではまだ式の意味がわかるけど、右側は何がしたいのかさっぱりって感じですよね。この部分の導出も解説したいところなのですが、別の分野でどうせ扱うのと、新規の情報が多すぎるので今回は割愛します。一旦暗記しましょう。もしその、別の分野、をやってる時に思い出したら言及します。気になる人だけ調べてみてね。じゃあこの式が何を言いたいのかって話ですが、とある温度 T に結晶がある時、この式を満たす空孔が存在していれば安定ということです。だから何、と言いたげな顔をしていますが、何かしらの現象や状態を数式化できていることがすごいってことです。もっとドライな言い方をするなら、テストやレポートで使うから覚えましょうってことです。考え方を変えて、この式が何を言いたいのかではなく、何がわかるのか、で言えば、平行空孔濃度というものは温度と空孔形成エネルギー、そしてエントロピー項によって決定され、温度が高い方が濃度が高いということです。一見すると絶対温度 T はエクスポネンシャルの分母にあるため、T が大きい方が C は小さくなるような錯覚を覚えますが、よく見てください。マイナスがついていますよね。指数にマイナスがついているということは、結局逆数になるために分数はひっくり返ります。数数うるせえよって顔してますね。難しいことは言ってないので許してください。結局は温度が上がると、安定な空孔の量というものは増えるよってことです。しかも急激に、でも、ここまでやっといてなんですが、実際の金属の空孔濃度というものは、焼き入れと呼ばれる熱処理や変形、金属表面の酸化などによって平行空孔濃度以上になっちゃいます。ですけど、決してあの式に意味がないわけではないですからね。平行な濃度というのはあくまでこの式で表される値なのです。じゃあ空孔濃度がわかるんだったら、もう一つの点血管である孔子間原子に関しても同じような式が導ける気がしますよね。ということで残りわずかですが後編として、孔子間原子について考えていきます。孔子間原子の濃度についてですが、
ちょっとだけパラメータを追加します。光子間原子を形成するのに必要なエントロピーを SFI とすると、こんな式で表されます。空光濃度の時の式と似ていますね。ここからこの S が関わる項を空光の時と同様に、エントロピー項として AI で置いてしまえば、さっき見たのとほぼ同じ式になります。なお、ほとんどの文字に I がついているのは、光子間を意味する英語の、インタースペシャルの頭文字です。式が同じ形ということは意味することも同じですよね。光子間原子に関しても空光と同様に、温度が上がれば、結晶内に安定して存在できる光子間原子も増えるということです。しかしながら、形は同じでも形成エネルギーは光子間原子の方がかなり大きいです。正確な値としては分かっていないようですが、空光のものに比べてめちゃくちゃ大きいということは分かってます。だから実際の個数として考えると、空光に比べると非常に少ないということが分かりますね。これらのことから、平行状態の場合、光子間原子の存在は無視できる場合もある、ということを覚えておいてください。さて、ここまで空光及び光子間原子の平行濃度に関してご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。パッと見、だるそうな式ですけど、意外とこれくらいなら覚えられそうじゃないですか。式の暗記には、語感が良く音で覚えやすいタイプと形型の式と似ていて視覚的に覚えやすいタイプがある気がします。両方からアプローチすれば記憶に定着しやすく、忘れても語感で思い出せる可能性もありますので、自宅学習なんかの時は式を読みながら書くのもいいかもしれませんね。図書館や公共の施設でやるのも止めはしませんが、くれぐれも周りの人の迷惑にならないように、ボリュームや状況を考えてやりましょう。というわけで、今回の動画はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。質問、リクエスト等ありましたらコメント欄もしくは Twitter にお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。